Sony's engineers combined its imaging technologies to develop a new camera designed to meet the needs of professionals in the imaging community. まず、プロアイのアイはイメージングのアイを表しています。そのイメージングコミュニティのプロフェッショナルの要望に応える新しいカメラ。このコンセプトのもと開発を進めました。今回のエクスペリアは、増明操作 AF を備えた 1.0 型イメージセンサーを世界で初めて搭載したスマートフォンです。このセンサーはソニーのプレミアムコンパクトカメラ RX100M7 に搭載されている同じものをスマートフォン向けに最適化したものです。この大型のイメージセンサーを厚さ約 8.9mm という極めて薄型の筐体に収めています。その薄さを実現しながらもセンサーの性能を最大限に引き出すために新しく開発したツアイステスターレンズとの組み合わせにより圧倒的な描写力を実現しました。またスピード性能についても大幅に進化しています。アルファにも搭載されているリアルタイム瞳オートフォーカスやリアルタイムトラッキングでの動体を高精度に追従し続ける静止画撮影を体験いただけます。エクスペリアプロアイはソニーの最先端イメージング技術を結集させた今までにないカメラです。今回の増明操作 AF を備えた 1.0 型イメージセンサーはクリエイターの皆様から高い評価を受けているソニーのプレミアムコンパクトカメラ RX100M7 に搭載されているエクスモア RS イメージセンサーをスマートフォンカメラ用に設計し直したものです。このセンサーは従来のエクスペリアに比べて約 1.8 倍のセルサイズを持っており、大型センサーならではのボケ味や優れた高感度、低ノイズ性能を実現しています。このイメージセンサーとアルファシリーズに搭載されている高速 AF 高画質化処理を行うフロントエンド LSI、 さらに画像処理エンジン BeyondX4 モバイルを組み合わせていることが大きな特徴です。 BeyondX4 モバイルは複数フレームの画像を利用したノイズリダクションやダイナミックレンズ処理といったスマートフォンカメラが得意とする処理を担っており、これにより圧倒的な低照度画質、広いダイナミックレンジを実現しています。また新たに開発した 24mm のレンズはサイステスターレンズを採用しており、このレンズと組み合わせることで繊細な表現力も実現しました。24mm の広角レンズは階調、色再現、透明感、立体感など被写体の質感まで忠実に捉え、ボケ味なども美しく再現する新たに開発したサイステスターレンズを採用しています。画像の隅々まで歪みが少なく、高解像かつ高コントラストに表現することができます。さらにこのレンズは光の反射を抑える採取者独自の T スターコーティングを施しています。画質低下の原因ともなるフレアやゴーストを最小限に抑え、クリアな描写を実現しています。また F2.0 と 4.0 の可変絞りに対応しています。被写界深度をコントロールすることで大型センサーならではの自然なボケ味から解像感のある細部の表現まで、クリエイターの撮影の自由度を高めています。この大きなセンサーを搭載したことにより、より多くの光を取り入れるため、今回は大口径のレンズを採用しました。通常口径に比例してレンズは大きく厚くなりますが、アルファの高級レンズなどで用いられるガラスモールド非球面レンズを採用しました。その上で部品や組み立ての精度を徹底的に追い込むことで、圧倒的な描写力とスマートフォンに求められる薄型化を高い次元で両立しています。皆様の作品作りの真のパートナーとして、いつでもどこでも持ち歩いてお使いいただきたいと思います。今回のエクスペリアプロアイでは RX100M7 にも搭載されている増明位操作 AF を備えた 1.0 型イメージセンサーをスマートフォン向けに最適化しています。またアルファシリーズにも搭載されている高速 AF 高画質化処理を行う
フロントエンド LSI も搭載しています。このプロフェッショナルの現場を支えてきたシステムに Xperia の高速プロセッシング処理を組み合わせることで、アルファ譲りの最先端オートフォーカス性能を最大限に引き出し、新しい Xperia は大きな進化を遂げています。イメージセンサーを最適化したことにより、オートフォーカスとしてもピクセルピッチの大きさを最大限に生かした高感度低ノイズの信号を得ることで、 90% を超える広い位相差 AF エリアと様々なシーンで精度の高いオートフォーカスを実現しています。これを最大限に生かすために必要なのが認識アルゴリズムです。静止画撮影時に同被写体を高精度に追従し続けるリアルタイム瞳オートフォーカスや、リアルタイムトラッキングによって高精度に被写体を追従することができます。また瞬時に距離を測れる iToF センサーを使ったオートフォーカスの改善も引き続き行ってきました。以前の機種でも α の考え方を導入し、 iToF を最大限に活かしてきました。この改善は新しい Xperia でも存分に活かされており、オートフォーカスの難易度が高いとされる低照度環境下やローコントラストの被写体に対しての精度向上に役立っています。一瞬の動きや表情まで逃さない高速・高精度・広いエリアのオートフォーカスで、動きのある被写体も捉え続け、フォトグラファーが狙う一瞬を切り取ることができます。画質やスピード性能を極限まで高めた今回の Xperia ですが、カメラの本格撮影体験をいかにスマートフォンで実現するか、あらゆる面でこだわりました。カメラ撮影で重要なシャッターボタンや、安心して撮影に集中するためのハンドストラップなどを取り付けられるストラップホール、グリップ性を高めたフレームなど、いかなる環境下においても撮影体験をサポートします。特に本体側面に搭載しているシャッターボタンには RX100 シリーズでも使用されているパーツを用いるなど、徹底的にこだわりました。半押しでの正確なオートフォーカス操作を可能にする深いストロークや、安定してシャッターを押せる広いボタン面積を確保することによって、まさにカメラで撮影しているかのような体験をしていただけます。撮影時だけでなく、編集・データ転送まで1台で実現できることも非常にユニークな点です。高精細な 6.5 インチの 4K HDR 対応有機 L ディスプレイによって、撮影データの細部までの確認や編集作業が可能になっています。撮影した画像や動画を 5G 高速通信ですぐに納品や共有することが可能です。 Xperia Pro I はソニーの最先端イメージング技術を結集し、新次元の撮影体験を実現する全く新しいデバイスです。ぜひ今までにない体験を楽しんでいただけたらと思います。